米国のマイク・ポンペオ国務長官が1日、北朝鮮の非核化には決まった時刻表がないとしながら、数ヶ月内に両国首脳があって進展させることを願うと明らかにした。米国防総省によると、ポンペオ長官はペンシルベニア州地域ラジオとのインタビューで、ドナルド・トランプ大統領は北朝鮮の非核化に時間表はないという点を明確にしたとし、 我々は進展を作っていると述べた。また、トランプ大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長が数ヶ月以内に会うことを希望する意も伝えた。ポンペオ長官は、私は数ヶ月内に二首脳が再開し、比較化への道に沿って実質的な第一歩や大きい進展を達成することを願うとし、 最終的に完全な北朝鮮非核化が実現されれば、トランプ大統領が話したように北朝鮮住民たちにも明るい未来があるだろうと述べた。ただし、その時期はいつになるのかわからないと付け加えた。